こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうもお待たせしました。やっほー。どうもどうもどうも。せーの。アップアップガールズカブカリーでーす。どうもー。よろしくお願いします。映った映った。さあ、今夜はですね、私赤担当リーダー関根あずさと、ロイヤルブルー担当古谷ゆりかと。あ、間違えた。ちょ、むくむく。時を戻そう。ちょっとごめん、変なこだわり。はい、ということで今夜は、ガーネットレッド担当リーダー関根あずさとロイヤルブルー担当の古谷ゆりかと、ヘナ頑張れエメラルドグリーン担当の鈴木玲奈です。よろしくお願いします。エメラルドグリーン、ピスタチオグリーンとかどう？ピスタチオグリーン、ピスタチオグリーン担当の鈴木玲奈です。お願いします。対応してくれたグリーンって何があるんだろうね。本当ですね。アップルグリーン、それ違う。グリーンアップルですね。青リンゴ。アップルグリーン。新しい。え、みんなさ、なんかさ、グリーンってさ、ちょっとさ、いろんな言い方あるじゃん。その中でさ、ちょ知ってるグリーンの言い方、あの違う言い方知ってる人、ちょっとコメントで書いてもらってもいいですか。教えてください。それちょっと今後の自己紹介にしていこうかなと思うんですけれども。私はちょっとあの 2,3 週間前ぐらいからガーネットレッドになりました。ガーネットレッド、はい、ロイヤルブルー。ロイヤルブルーってちょっと良くない？というだけさ、うん、確かに。なんかさ、長いし青担当じゃなくてさ、普通にロイヤルブルー担当、あ、マイク投げちゃった、ね、ロイヤルブルー担当のってさ、どうも、うん、ビリジアンビリジアン、ビリジアン、なんかすごい、そもそもグリーンって連想しづらい、それビリジアングリーンのえ、ビリジアンなんじゃない？ビリジアンはビリジアンなんじゃない？ビリジアンっていうグリーン多分。あ、やっぱでもエメラルドグリーンが多いね。あ、やっぱエメラルドグリーンなんか。ハート100個投げたよ、ありがとう。ありがとうございます。フォレストグリーン、モリアートだよ、もうグリーンモスグリーン、待って、ちょっと待って、グリーンモスグリーングリーンで挟む。みんな気に入ったのあった？フォレストグリーン好きですね。わ、じゃあそれでもう一回いきましょう。はい、はい、ということで今夜は、ガーネットレッド担当リーダー関根あずさとロイヤルブルー担当の古谷ゆりかとフォレストグリーン担当の鈴木めいなです。いい、やー、よろしくお願いしますごめん、私変なところに言った今そんな3人でって言いそうになりました。あ、私ごめんごめん、ありがとう、イエイ、ありがとうございました。出てました過去一自己紹介に時間使いましたね、はい、ということで2022年はこんな感じでやっていこうかなと思います。結構、うん、遅めな2022年の始まりで、そうそうそう、だってずっとさ、ゆっかだけさ、なんか特殊な色だったじゃん、ずるいじゃんだからさ、カリティの色もこれからガーネットレッドにしていこうかなっていう。あ、可愛い、目論見いいですね、うん、ただ普通のレッドとガーネットレッドがどんな違いがあるか正味よく分かってるんだけどおしゃれじゃんね、ね、長くなりましたね。そう、新体制になったからさ、このさ、言うからもおしゃれにしていこうやって話でございますよ理解していただけましたでしょうか。皆さんありがとうね、開始早々こんななんかゆっくりね、茶番みたいなね楽しいお話に付き合っていただいてありがとうございますということで今夜はですね、コメントにもあるんですけれども、この年長3人組でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。案外ここ年離れてないんだよね、関根とね。そうですね、はい、3つ、3つです、ね、3つか、はい、言うて3つ。そう、ちょっと前までメインで4つ5つ離れてると思ってたんだけどねそうなんですよ、ね、いつまで経ってもなんか年下って思われがちなんですよね、うん、でも年上の部類なんだよね。はい、結構ちゃんと年上の部類です、私。そうなんだよね、それ最近気づいたんですけどなんでだろうだって今日スーちゃんの年齢も20歳って言ってましたからね、あーちゃんね。21でしょ、はい、覚えた、さっき。素晴らしい素晴らしい。あゆに至ってはまだ危ういけどね、20でしょ。でもそう、そうです、そうです。いや、年齢とね、名前覚えるのって難しいよっていう話をしていきますね、はい、そんな話ですねということで、今週はですね、ショールーム配信結構しましたね。先週の末は2日連続のショールーム配信、お疲れ様でした、はい、というところで、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、5月3日の、11周年記念ライブの、単独ライブチケットも販売開始となりました。今夜もですね、ショップの方から5月3日のチケット購入できます、うん、で、今回この枠で買っていただいた方にはこの3人からメッセージとサインと、購入していただいた名前の、うん、方の名前を書いてお届けしたいなと思いますので、
ぜひ購入よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね、いろいろ写真撮影とかしてきたんですけれども、続々と私たちの方にチケットも届き出して、随時ね購入していただいた方の顔を思い浮かべながらメッセージ書いて、どんな届いた時にどんな顔してくれるかなとか想像しながらもうたくさん書いていますので、皆さん届くのを楽しみに。何をお知らせしてるんだい？どうしたんだい？いや大丈夫です。どうしたんだい？全然大丈夫です、うん、何があった？何もないです。しっかりカメラさん抜いてくれてたよ、うん、しっかりユッカがなんかコサコサって言ってんの抜いてたよ。ほら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 何どうしたの？ユッカ見てもらっていいですか？どうしたの？いや私の台本あそういうこと。台本がない。まあまあまあ今日はね、じゃあね、関根の船に乗っかっていただいて、はい、ありがとうございます。声でいきます。大丈夫だよ、ゆっくりやっていこうかね。はい、はい、ということで MC は本日関根がいきたいと思います。ということでタイトルコールいっていきましょう。せーの、アップアップガールズカッコカリーの戦場カッコカリー。イエイ。さあこの後ショールームの参加方法、本来だったらメインナー呼んでもらいたいんだけれども、じゃあ次回頑張れ。はい、ゆうかよろしく。次回絶対読む、絶対読みます。はい、ということでゆうかよろしく。はい、はい、それではショールームの機能、ショールームの参加方法です。はい、ショールームの機能を使ったアイテムを投げたり投げたりコメントを書き込んだりできます。はい、そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。まだ登録がまだだよって方はぜひね今すぐ登録してくれると嬉しいです。そしてたくさんコメント書き込んでください。よろしくお願いします。お願いします。ほとんどゆうか映らない。スタッフと遊んでるのゆうかが一生懸命読んでくれてる時に、私が頑張ってカメラ見たの。生配信って楽しいよね。うん、楽しい。ゆっちゃん、生配信って楽しいよね。これが生配信ですからね。そうだよね、うん、じゃあそのままさ、ランキングも見てくれるかいって思ったけど、こっちの iPad すごいね。そうです、本当だ、誰もいないんです。こっちの iPad すいませんごめんなさい。私も読もうかなって思って読みたら誰もいない。一人もいなくない？うちらしかいなくない？そこやばくない？その iPad おいでおいで。すごい寂しい壇上だった今。私が見えてる画面すごいたくさん来てくれてるんですけど、そっち誰一人としていない。やばい、うちらずっとゼロの状態で喋ってた。そうです。あー、来た、みんなおかえり。来た。じゃあそれでは3位から発表していきますね。はい、まず3位がつるちゃん、ありがとうございます。おめでとうございます。そして第2位が C さん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。そして第1位がアップさん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ということで配信はですねまだまだ続きますので、たくさんアイテム投げて、うん、ぜひ上位の方を目指していただけると嬉しいです。お願いします、はい、で最後の方に1位になった方には希望メンバーから感謝を込めてありがとうのメッセージこの場で届けたいと思いますので、もしよかったら1位狙って頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあアップアップガールズカッコカリの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、各週火曜日21時からショールームで生配信中です。ぜひ生でもご参加ください。お待ちしております。さあということでここで2週間のアップアップガールズ過去仮振り返っていきたいと思うんですけれども、まずはですねアップがやばいのミニアルバムから6本分の MV を同時公開して、先日4月の16日までですね、はい、再生数を競っていましたが、しまして見事1位に輝いたのは、今日も私が冴え渡るがおー1位になりました。ありがとうございます。しかもちょうどここにね今日も私が冴え渡るの監督と一緒にメンバーを代表していろいろ進めてくれた鈴木めいながいます。今の気持ちをどうぞ。素直にすごく嬉しいです、うん、でもやっぱりこのなんか争うみたいな形だったんですけど、うん、でもどの MV も本当に素敵な MV で、うん、でも高野監督今回の一緒に監督させていただいた高野監督は、うん、アイドルが好きっておっしゃっていたので、うん、次はどんな MV が出来上がるのかすごく楽しみなので、うん、皆さんここまでたくさん視聴していただいて本当にありがとうございました、うん、これからも MV たちたくさんたくさん愛していただけたらなと思います。よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。
でも本当になんかこう関根もさ、なんかこう11年やってきたけどさ、1日でそのそもそも MV を6本撮るっていう経験も初めてだったし、あの一度にそんなにたくさんの人にこう協力をしてもらって撮れるってこと自体がすごく幸せで、だから今回その再生数っていうものを競って、あの次回作また誰に撮ってもらうかっていう、そういう争いがね、争いっていうか競争があったけれども、はい、まあ、ちょっとねそこでね、なんかどれが好きどれが好きって生まれてしまうのはちょっと、みんなどれも愛してって思ったんだけれども、もちろんねそうやって何かを争うっていうのもすごく良かったんだけれども、関根としては本当になんかもうどれもこっから先もうずっと愛してほしいなっていうレベルで、皆さんあのスタッフさん時間がない中もうすごく愛情を込めて、もう全て2時間以内で撮ってもらったので、もうぜひともねこの競争は終わりましたが、この先もこの6本あのずっとずっと愛していただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆっかはねその中で野生神風燃え戦場っていうね、はい、あの MV を監督と先陣切ってやってくれたんだけれども、はい、出来上がりとか改めてどうだった、見てみて。いや今回は何よりもこう、テーマもね、あの各 MV でテーマを決めていたんですけど、ホラーっていうテーマだったので一番頭を悩ませたんですよ、やっぱ野生ってタイトルにはついてるけど、だけどテーマはホラー、じゃあ野生とホラーをどうやって組み合わせようっていうので、なかなかイメージが、ね、あのつきにくいものだと思うんですけど、その中でもあの監督と一緒にいろいろ練りながら一つの作品を作ったっていうのがすごく楽しかったので、まあ、あのこれからもねその野生神風燃ゆ戦場の MV、ホラーだけどあの結構ラフめなライトめなホラーになっているので、皆さんぜひ、ね、そちらの方も結構見てくれたらいいなと思います。でもすごく楽しかったですね、今回は。本当にもう一個一個が、まあ、それ、まあ、それこそさ曲が違ってるのは当然なんだけどさ、あの本当に出来上がりから、そしてなんか映像の風合い、はい、っていうかなんかもう本当に一個一個が細かく違ってて、だからこそ8人のあの6回分の違う表情だったりとか、あとそれこそ髪型とかねメイクとかあの衣装も変えてるから、なんか本当になんか6変化自分たちがその時できて、だから本当何回ループしても飽きないのよ関根。結構あの家で暇な時間、そもそもなんかゲームとかやり終わった時にちゃって見に行くんだけど、なんかそのちゃっと見に行った時のこのなんだろう、ずっと飽きない感じ、いいなって思いながら今ねファミリーよりも誰よりも愛してこの6本分ずっと見てるんですけれどもでもまさか本当にあの6本分全部衣装変えてくださると思わなくて、思わなかった。私も最初はびっくりでしたよね。本当に嬉しかった。そこがこんなに時間がない中でもたくさんいろいろ用意してくださったのが本当にすごくて、しかも本当によくこれで間に合ったなって思いましたよね、すごかった。だからもうそういうのも込み込みでね、みんなにはたくさん見てほしいですね、よろしくお願いしま す。もちろんね完成見ていただくのもそうなんですけれども、この撮影中、ほぼ1日ですね、1日あのメイキングとして生配信を行っておりました。そのアーカイブがまだ YouTube 上に残っておりますので、もしよかったらご覧ください。アップアップガールズ過去借りは1日で6本 MV 撮り切れるのかっていう題名で、2本前編と後編で上がっておりますので、もしよかったらチェックしてください。結構な時間です。10時間とかじゃない、10時間と8時間と6時間6時間とかね、合計すると16時間ですね。そうですね、何かの作業中とかにね BGM にしてラジオ感覚でかそれか、なんかあの自分が好きになった MV のところだけ覗きに行くでも全然いいです。確かに長編メイキングみたいな、そう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 、こういう風に撮ってたんだって見てからまた見に行くのも面白いと思います、こんなダンスカット撮ってたんだとか、いろいろ知れると思うので、ぜひ見ていただきたい。しかもあと今日あれですよね、アップアップアップの MV のメイキングも、そうなんですよ。あのこのアップがやばい企画だけじゃなくて、新体制での MV はたくさん上がっているので、よかったらそっちもたくさんたくさん見ていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。なんか本当にここ最近で一気になんかそのなんだろう、
会える時間っていうのは減っちゃってるかもしれないけど、はいはい、こうやってなんか動画とかいろいろ通じて全然みんなにこう会えてるから、うん、私みんなにも見てもらえるものがすごく増えてるから、うん、楽しいね。楽しいです。だからなんか最近それこそリハーサルだけじゃなくて何かを撮影するっていう時間もすごく多くなったんですけれども、うん、また違った楽しさがあるし、うん、なんかみんなどんな顔で見るのかなとか逆にどんな映像が見たいのかなってまた考えるのも一つの楽しみだったりもする、うん、だからその中でね、関根が最近好きなのはあのユッカと最近やってるジャッジアイズっていうね、はいはい、あのゲームの実況だったりとか、うんうん、あと勝手にアップアップガールズフォートナイト部っていうものも作ってるんですけども、うんうん、フォートナイトの配信だったりとかね、なんかそういういろいろゲームじゃないライブとかそういうもの以外でもなんかみんなと会える時間っていうのが今ものすごく増えてて、関根自身楽しんでるので、会えなくてもね全然皆さんとお会いできる時間だったりとかお会いできるものありますので、まあ一番なんかこれ1対1で濃く絡めるのは For You っていうアプリっていうものがありまして、あのお電話できるものがありますので、それもね最近ね増えてきていますので、またもしよかったらお時間会えば For You 通してお話いろいろできればなと思いますので、その都度みんな SNS であの更新しておりますので、詳しくは SNS とご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして5月3日には決まりました、新宿ブレイズで記念日ライブ、です本当に嬉しい、無事迎えられそうだね。はい、ね、去年はねできなかったし、そうなのよ、しかも結構直前だったよね、はい、そうです、ね、本当に直前めっちゃショックってなって、でもあーちゃんなんかもっとできてないと思う、ね、もっとできてないよ、もう3年とかできてないんじゃないかな、4年、うん、3年4年ぐらい、じゃあもう本当にファンの方も久しぶりだし、本当にもうだからこのままをって踏ん張ってほしいよね、なんとか、うんうん、もう前回がねいけるいけるいけるって思ったら結構いろいろコロナ禍で、ね、そうですね、何かダダダダンってなっちゃってできませんってなっちゃって、もう本当に膝から崩れ落ちてもう社長から聞いた時はえ見てました、その瞬間言葉が出なかった。だから本当にまあ、こうやってな改めてまたそうやって11周年新宿ブレイズで迎えられるって、うん、もうそれこれが決まったこと自体関根嬉しかった、うん、今年も用意していただきありがとうございますという気持ちと、でももうあともう再来週迫る、早い早い、もうすぐなんだけれども、そもそもみんなが、まあ、私ささっきもか昨日かなちらっと話したけどさ、みんながさ何周年ライブっていうそれ記念日ライブを、はい、そもそもファンの人と過ごすのは初めてじゃん。初めてです。っていうところでどういう心境ですか、ゆっちゃん。なんか、うん、またこう今回のその5月3日っていうのはこの仮の結成ライブじゃないですか、うんうん、だから多分私たちの新体制の始動とは また別のうん、記念日ライブではあるんですけど、うん、なんかこうもう本当にいつもの単独ももちろんそのアプガカリを見るために来てくれてるんですけど、うん、今回は特にその記念すべきライブにたくさんの方が集まってくれると思ってるんですよ、うん、だからやっぱこう新体制のアプガと過ごす初めての記念日ライブっていうのもあるので、うん、皆さんの記憶にドンと残るねライブはしたいなっていうのはありますね、うん、だからすごい楽しみな面もありつつ、でも今回私たちも初挑戦する部分がたくさんあるので、うん、ちょっと緊張が久しぶりに緊張がありますね。メイナは？私はですね、うん、なんかこうそれこそ今ゆうちゃんが言ってたみたいにこの11年間の11周年のライブじゃないですか、うん、この5月3日っていうのは。で私たちが加入したのは1年半前なので、うんうん、こう全部の歴史にずっと携わっていたかって言ったらそうじゃないんですけど、うん、でもこの5月3日もこれからのアプガの歴史に残っていくわけじゃないですか、うん、この2022年の5月3日に新体制8人で新宿ブレイズで結成日ライブをしましたっていうのはこれからのアップアップガールズ過去からの歴史に残っていくライブになると思うので、そうなった時にこうやって新体制と11周年を一緒に迎えてくださった皆さんと一緒に最高な時間を過ごせるように、それで私はもうこれすごい大きな目標なんですけど、また次のライブを見たいって思ってもらえるように頑張りたいなと思っていて、なんかやっぱりライブって1時間半とか、まあ2時間とかその尺じゃないですか。
なんかそう考えたら1日って24時間あって、その中の2時間なわけですよ。短いじゃないですか。だからもっとアップガのライブが見たいとか、メンバーに会いたいって思ってもらえるように、これからもアップアップガールズカッコカリと一緒に歩んでいきたいって思ってもらえるように頑張りたいなと思ってます。もう気合めちゃめちゃ入ってるんです。私歩んだね、歩みたいですそうで、私はこういつからかこう、まあ、洋服がすごい好きだったから、社長と一緒にこう衣装一緒に考えることはできませんかねってこうお願いして、その一緒に考えられるっていう機会をもらえてからは、その衣装にどう今のアップ顔を見てほしいかっていうことと、あと今どう自分たちは走りたいかっていうものを、そういういろいろな思いを込めて作るようになってきて、でそれこそあの周年ライブであの初披露する衣装なんて、あもうすっごい気合が入ってて、前から関根は、うん、こうやってアップが走っていくぞ、だからこんなアップが期待してねっていう思いを込めて今まで作ってきました。で、まあ、近々で記念日を過ごせた時のライブは、あのアップアップガールズ過去仮のメンバーがそのギリシャ神話に出てくるように、あのそういつまでも語り継がれるアイドルになっていきたいっていう意味合いを込めて、ちょっと銀が多めの衣装を作ったりとかしてきたんですけれども、今回もこの5月3日で初披露できる衣装をただいま制作中でございます、はい、ありがとうございます。でそこにも関根たくさんたくさん意味を込めました。お、まあ一つちょっとちらっと話せるネタって言ったら、なんだ考えてはなかった全部言っちゃいそう、全部言いたくなっちゃいそう、うん、じゃあ可愛い系かかっこいい系か、どっちも、うわメンバーによりけメンバーによりけ、だからそれが8人いる面白さだよね今の。うわ、あえて8人体制になってからはバラバラに作ってるんですよ。それこそあの前の、体制だったらちょっと似たり寄ったり、ベースは一緒にしつつもちょっと変えたりとか、ニュアンスを変えたりとかっていうのが多くて、本当にバラバラに作るっていう機会のが少なかったんですよ。5人一緒の形だったりとかっていうのが多かったんだけど、まあ、8人になってからは本当誰一人被らず、もうその子その子を主張する、ね、あの発揮するような、うん、その子を表すような形になったんだけど、はいはい、本当それが面白いよね。だから今回の5月3日もそれがもちろん見れると思います。あ楽しみだ。また新たな8人の姿がそれぞれ衣装で見れると思います。お腹冷える衣装ですか、人によりけりです。あ人によりけりや、かわいい質問。人によったら腕が寒い、人によったら足が寒い、寒い、人によったらお腹が寒い、人によったら頭が寒い。頭が寒いカットですかねこれ、カットする感じでそうだから、なんか関根はそうやってなんかその一個一個作るときに新しいイエイで終わるだけじゃなくって、うん、もっともっとそこからあのメッセージ性を届けていって、これからのアップアップガールズかっこかり衣装込みで楽しんでほしいなって思いを込めて現在制作中ですので、衣装も込みで楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。お願いします。無事迎えられますように、はい、ということで、あオープニング見逃した方のためにもう一度、5月3日のチケットの購入方法を今回こちらから変えるんですけれども、うん、ショップはい、ところからショップアイコンをクリックしていただきますとですね、5月3日のチケットが昼夜どっちもどちらか好きに選んでいただいて買えるようになっております。で今回この枠で買っていただいた方にこの3人からメッセージ、そしてサインをつけて、そして購入していただいた方のお名前も書いて丁寧にお届けしたいと思います。ワイブ芸がすごいワイブ芸うまいね特茶、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。お待ちしてます。この特茶飲みやすいよ、美味しいですよね。なんか前の特茶ちょっとカテキンの味がねちょっとね強かったんだけどもね、今回のこの新しくなってからの特茶はね、ステマですかね、飲みやすい、本当に飲みやすい、うん、マジで美味しいですよね。いいよこれ、お茶苦手な人飲めると思うよそうなんですよ、この後関根から大切なお知らせがあるんですよ。なんだけど特茶美味しいよねなんだけどじゃないですよ。この前新宿の駅でめっちゃデカデカとあの電光掲示板でバーンって出てたから
そしたらね、メイナがその日に飲んでて、え、どう美味しいって言ったら、あの苦味がないんですって言って、それで気になって買ってる。本当に前回の特茶より飲みやすいそうなんですよ。ただ1個がめっちゃ高いの、183円とかするんだけど。高いですね。でもいいよ。みんなあれですよ、うん、関根あずささんからの大切なお知らせは別に特茶じゃないよ。違いますよ。そうだったら面白い。特茶の宣伝ではない。だってそれになってる可能性も出てるってことか。違う。みんな多分それ期待してたから。ちょっと待って、本当にごめんなさい。違う、これはプライベートの。ごめん、タイミング的に違ったね。はい、じゃあ特茶飲んでから行こうかね。特茶飲みましょう。うん、じゃあちょっと一回水を。水を挟んで。体脂肪減らす。完全に CM 狙いに行ってますね。これはもう公式を狙いに行ってます。まずお茶の CM 狙いに行くなら、この髪色をなんとかせて。なんでですか。バスが似合いそうな髪色にしないといけない。はい、ということで気を取り直してバスガールズかっこかりの関根あずさから大事な嬉しいお知らせがございます。皆さん、関根あずさの誕生日は知っていますか。何日ですか。それははい、一人出たぞ、正解が。続々と。さすが。みんなさすがだ。すごいぞ、みんな。すごい。66,700円。やばい、すごい、目立つ。はい、そうなんですよ、関根あずさ、誕生日6月14日なんですけれども、今年もソロライブ決定いたしました。ありがとうございます。パフということで、表参道グラウンドにて決定いたしました。そして今年もですね、前回関根が気に入っちゃったあずーさんの音楽隊と題しまして、また愉快な仲間たちと、一日ライブをしたいと思います。その中にこの2人が含まれております。イエーイ、お願いします。確か去年の音楽隊にメイナが初めてコーラス、はい、主にハモリか、ハモリで参加してもらったんですけれども、そこで考えた、いや、新しいアップアップガールズかっこ仮にはまだ歌で支えてくれる有力なメンバーいるぞと思いまして、今年からはゆっかも参戦。ゆっちゃん嬉しい。いや、あれ配信で見ててめっちゃ羨ましいと思ったんですよ。だってあの後の動画見てもさ、なんで私呼んでくれないんですか。なんで私呼んでないんですかってずっと言って言いました。そう、本当にそうなんですよ。だからめっちゃ嬉しいと思って、それを昨日初めて聞きました。そうね、最初ゆかに話した時に、あの6月14日よろしくねって言ったの。そしたらゆか、ん、何がですか、やっぱよろしくね、ん、あ、明日戦場かっこかりやんの久しぶりですねって返して、そう全然会話噛み合ってなくて、でずっと私は6月14日よろしくねって言ってんだけど、ゆうか、ん、はい、思う思うみたいな。だから誕生日ライブに出てもらうんだよって言ったら、え、何も聞いてないからびっくりしちゃって、おーみたいな。私もあの知らなかったので、知ったのはこの今日台本いただいて見てたら、あ、今年もやったみたいな声出ましたもん。何の連絡もなかったんだろうね。そのあーちゃんからもないし、なんかそのサプライズみたいに発表しようかなと思った関根は、でも台本に書いてあったから。話そう、台本にするっていう。全然、もうどうやって発表しようかなと思って、そう、楽屋で話そうかと思ったけど忘れちゃって。割と大事なこと。でもめっちゃ嬉しいです。本当に嬉しい。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。そしてあのギターにはまた奈良原さん、そしてあのカジアップアップガールズ過去2期からカジにもまた、今回手を貸していただければなと思います。だから今年のあずーさんの音楽隊は私含め、1,2,3,4,5人で増えた、5人でお届けします。どんどん。本当にこの音楽隊って名前好きで好きで、なんかそのソロライブとはいえど、あのいろんな人とこの音を楽しみながらライブをするっていうのが関根すっごく好きで、で
それで音楽隊っていういい名前を去年見つけまして、うん、でこっから関根は先増やしていきたいなって思ってたね、どっか で、あのライブの時もおっしゃってましたよね、これから増やせるかなみたいな、そう、全然全然まだまだ増やせるチャンスありますので、ちょっとねこれからもね、あずさんの音楽隊を、まあ、年一になっちゃうかもしれないですけど楽しみにしてください。そしてですね、今年の生誕祭の日はあの関根あずさがただただ作りたいグッズも作ります。お、はい、ただただ欲しいグッズ、去年のスマホケースめっちゃ可愛かったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛かったです。ありがとうございます。まあそれにちなんで別に携帯系ではないんだけれどもただただ関根が欲しいグッズ、気になる。だから皆さんもただただ来てください。あ、もうそう、キル系なのよ。いいですね、一番でも実用性があって。そうなのよ、ね、関根が一番プライベートで着たいやつ、お、一番プライベートで欲しいやつで、一番プライベートで着るサイズ、え、なんだろう、なんだろう、逆にさ、みんなさ、どんなグッズ欲しい？確かに、まだなんか本格的に制作まで入ってなくて、こういうの欲しい、こういうの欲しいって打ち合わせだけなんだけれども、逆にさ、みんなだったらさ、今何が欲しいとかありますか？え、ヤマッチョさんからお祝いのクマいただきました。ありがとうございます。すごーい、すごい、なんかパフェみたいになっとる。かわいい。え、おいしそう。かわいい。かわいい。わー、ありがとうございます。ピンククマ、ありがとう。やったー、この後じゃパフェ食べます。ありがとうございます。あいちゃんが作ったやつなら何でも、ロンティなら結構着れる。ジャージ、ロンティ、ロンティか、ロンティか、ロンティはちょっと違うな。いつか作れたらいいですね。新体制になってから面からリストバンドがないから、あ、じゃあそれはじゃあパップガールズカッコカリの方で作っていただいて、関根の方でね、そのね、グッズならマスクケース使う、マスクケースもじゃあ仮の方で作ろうかね。全部そっちにまず、ジャージの下、そう、ジャージの下もじゃあ仮の方で作ろう。パーカーいい線いくね。ロンティ、まあロンティ、そうね、ロンティはまあ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 、はいはいはい。写真集もいいよね。あ、写真集、なんかその日だけ販売する限定のさ、フォトブックみたいなのもね、いいよね。今さ、だって夢とかさ、カメラ詳しいメンバーいるじゃん。確かにね、一日ちょっと予定いただいてね、バッケハとかいいね、キャップいいねっていうね、そうね、帽子とか、帽子とかね、そうね、いいね、そうね、うん、いいね、みんないい線つくね、はい、ありがとうございます。ちょっといないと思いますね。これダメだね、結局関根の性格だから、なんか関根が作りたいもん作りそうだ。みんなの意見とかじゃなくて、サイズとかもあの関根サイズっていう感じであの販売しようかなって思っております。あとなんか関根がただただみんなに着てほしいサイズっていう感じで、あの販売しようかなって思っておりますので、ちょっと単数整理しておいてください。よろしくお願いします。楽しみ、今年よろしくね、2人とも。お願いします、はい、頑張ります、精一杯お祝いさせてください。よろしくお願いいたします。頑張ります。イエーイ、以上関根あずさから嬉しいお知らせでございました。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。いや、本当に楽しみ。今年何歌おうかな、何歌おうかな、何歌おうかな。早めにいただけたら、あの歯も作るので。それは分からないよ。それはギリギリになるかもしれない。そうですよね。そうだよ、もうあーちゃんの自由で大丈夫です。そうでございます。はい、お待ちしております。皆さん、今年もよろしくお願いします。楽しみにしていてください。一緒に楽しい時間過ごしましょう。いい歌届けられるように頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、ということで今後についてのね、詳しいアップアップガールズカッコカリについては、エンディングでもう一度お知らせしようかなと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで同じステージを作り上げるにはやっぱり私のことをよく知っていないとですよね。皆さん、リーダーのことはよく知っておかないとですよね。ね、はい、ね、はい、ね、ね、ね、はい、ね、ね、パワハラに見えそうかもしれないけど。ということで今回の企画はちょっと時間短くなっちゃうかもしれませんけど、久しぶりの、クイズ関根あずさ2022やっていこうと思います。イエーイ、久しぶりだ。イエ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 イ、久しぶりですね、これマジで、うん、最初の方にちょっとやったで。でも最初でしょ、最初の頃は関根のことあんま知らなかったじゃん、はい、そうなんですよ。でも今さ、1年半さ、こういろいろさ得てさ、なんか知ってるじゃん、なんか知ってるじゃん、身長とかなんか知ってるじゃん、なんか知ってますね。その頃よりかはなんか知ってるじゃん。そうですね、だからその頃よりか私のこと多分理解してると思う。
頑張ります、うんうん、だから頑張ってくださいね、はい、今から私に関するクイズをメンバーに出題していきます、答えはですね全て私関根あずさ次第ということで、あの正解かどうかはその時私が勝手に決めますあそれが正解でいいなと思ったらあの正解になります、はい、なるほど、はい、なので皆さんあの恐れずどん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 答えていってください。はい、はい、じゃあまず一つ目ドン。鈴木めいなの第一印象は関根あずさんにとって鈴木めいなの一体かわいい第一印象は、はいめいな、はい、私これ最初に聞いたことがあるんですよ、あーちゃんに、うん、私をオーディションの時にパッと見た時は、うんうん、あ、普通の子だなって思ったって聞きました。嘘言ってたのにあーちゃん。あ、でも気分だから、そうだ気分だから、はいはい、ゆか、三次審査の時特技披露この子めっちゃ長いなよかと思われてなかった、よかったいやでもずっとニコニコしながらあの隣で長いなと思ってこの子ずっと長いな、いつまでやるんやろ、終わらないなって、すっごい隣でニコニコしながらそう思った終わらないな、いつ終わるんだろう、長いな長いなって、はい、はい、次なんだ、その印象しかないんだよな、普通の子って言われてびっくりしたイメージが強かったな、うん、でも違ったね、次行こうか、早く、なんだなんだ、巻いて巻いて、はいはい、どうぞ、元気そう、あ、元気そう、違うな、とにかく言ってみようかな、はい、うん、はい、優しそう、おいおいなんだろうな、え、ゆか頑張って、何だと思いますか、はい、頑張って頑張って、はい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 、はい、はい、ゆか、この子ちょっとうるさそう、それは思わなかったかも、あ、本当ですか、うん、はい、はい、ポンコツそう、あ、よかった、安心すな、ここでよかった、はい、次の、あ、はい、どうぞ、かわいい、はい、次のお題いきたいから答え言いますね、あの芸人、あ、うん、芸人、芸人、なんか あのその二次審査で顔を合わせた時は、うん、あ、ちょっとひょうきんな子だなと思ったのなんだけども、ショールーム審査になってからもうすっごい芸人かのように自分でボケかましていくし、でそれをショールーム上で誰も突っ込んでくれないのに、ただひたすらとそれを淡々とやってる姿のメイナを見てアイドルっていうかこの子芸人やと思いながら見てました。はい、じゃあ次のお題いきたいと思います。ダン、古谷、すごい第一印象は、はい、はい、ゆか、静かそう、おしとやか、おとなしそう、はい、ゆか、この子変わった子だな、それは思わない最初は、あ、うん、はい、はい、着替えそう、あ、あ、違うんだ、うん、違うね、これ結構いい、意外と今でも言ってるんだけど、はい、はい、目線合わない、それはなってからやえ、つい最近も言ったの、つい最近言ったの、なんだろうね、はい、はい、姫姫ブーしょげるなよしょげんなしょげんな、はい、なんだろう、なんだろうね、な、はい、はい、どうぞ、かわいい、それでブッて出した私の気持ちよ、ごめんごめん、かわいいよ、あ、はい、うん、はい、手が綺麗、ああ、そう、まず第一に手が綺麗、よし、あ、手が綺麗な子やって覚えた、確かに最初からその話してましたね、そう、やっと嬉しい、本当に手がすっごい印象的だというかは、うん、じゃあ次の問題お願いします、じゃんじゃじゃん、最近起こったことは何について、起こったことは何について、まあ、怒ってるあちゃん見ないかな、そうだね、だろう、え、これちなみに私たちの前で起こったことですか、確かにそれだけ聞きたいです、うん、いやー一番見せてるかもしれないし見せてないかもしれない、でもまあちょくちょく目にはしてるんじゃない、はい、はい、リハ、あー違かった、はい、はい、あの都心の方歩いてて、うん、あの我が道を突き進んでくる人に嫌いなんだそれだなあちゃん都心の我が道を突き進む人に怒ってたんだ、つい日頃からじゃあ正解だ本当にだってさ
さ歩道なのにさ自転車でぐん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 さ猛スピードで進んでくる人とかさちょっとよければいいのにさなんかさすっごい横断歩道とかさ我が道を行くかのようにさてぶつかっても気にしないで歩いてくる人とかさもう本当になんなんて思っちゃうよね。確かにもっと優しい世界で行こうよって思いますけどね。本当に何せいちゃんいるの。せいちゃんがなんか言ってますよ。せいちゃんさっき何何クリアさんの第一印象当ててました。あ、本当だ手が綺麗。あ、本当だすごい。じゃあ次のお題いきますか。はい、お願いします。はい、じゃん。今個人的に一番気になっていることは。あ、これはすぐ思い浮かぶんだ。浮かばんだ。はい、一番気になっていること、はい、何でしょうか。はい、何ゆか。ゲーム実況者ダルマイズゴッドさんの顔。そうね、伝わりづらいな。なかなか伝わりづらいよ。最近ハマってるんですよね。すっごい個人的なんで。まあね、確かにね、うん、すごい見てますよ最近ハマって。それよりも気になってるものありますって。ちゃんとそれは結構5番目ぐらいに気になってる。ちゃんと気になってるけど5番目言うて5番おもろいわ。本当に急にぶっこんでくんな。一応ね、ダルマイズゴッドさん面白いからみんな見てよ。ゲームすごい上手いから。はい、最近気になっていること、うん、個人的にですもんね。はい、はい、はい、どうぞ。好きなブランドの服の最新の服、うん、だ。はい、はい、好きなブランドのコスメの最新コスメだ。うん、まあでもコスメ系に走ったのはいいことですよね。おおおお、うん、コスメ系、まあコスメじゃないけどね。方向性的に。そう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 。なんだろう。はいはい、コンビニスイーツの新商品。あんま興味ない。はい、果たして自分は黒髪が似合うのかと。あれあれあれ、さっき聞かれたのよな。じゃあほんの少ししか気になってない。ほんの少しか、うん、なんだろう、個人的にって一番難しいね。難しい。頑張れ。なんだろう。なんだろうね。ヒント出してほしい。はい、はい、機械機械、はい、なんだろうね。はい、はい、か新しい家電。はいはい、今やってるゲームのなんていうんだっけ、更新。あと1分でエンディングいきます。はい、あと1分以内、はい、当てたい当てたい、はいはい、ゲーミング PC。 違います。なぜ美容から離れた。あ、美容か。はいはいはい、はい、美顔器。おお、コメントすごいすごい。ゆかりさんすごいすごい。コメント欄の方が関根のことを知っている。え、すごい。そうでしょ、美顔器は本当に効果があるのかっていう。へ、それに伴ってどの美顔器が一番今後の自分にいい影響を与えてくれるのかっていうのがすっごいずっと気になってる。そうなんですね。中でなんかそのヤーマンっていうところの、はい、あの美顔器が一番なんかその効果とか機能とか一番あっていいんだけれども、うん、まあ、でも最近辻さんがあのインスタで載せた美顔器が、うん、その普通にできる美顔器とあと毛穴掃除できるっていうのが2つ備わってて、でヘッドが2つあって、あれこれもいいなって思ってた。なんか戻れがいいのか戻れがいいのかっていうところでね、っていうところで、あのすっごく私の中で個人的に美顔器が一番気になっております。はい、なので皆さんの中でこの美顔器いいよっていうなんか有力情報、そして有識者がいらっしゃいましたら、リップの方で教えてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで以上クイズ関根アツでした。ありがとうございました。楽しい。みんなまだまだだね、関根のことをそんな知ったみたいなさ、気持ちで豊かさ、まだまだ理解できてないよ。関根ね、そんなね、みんなにね、私生活の中でね、関根の情報をね、100分の1しか教えてないから。もっと知りたい。一番生活感ないもんね。確かに、確かに。おい、こんな人間味あふれてる人間なのに。いやいやいや。あちゃんはアイドルですから。そりゃそうだ、みんなのアイドルが。アイドルです。はい。はい、まだまだじゃあ話し足りないというところでね、まあ、これからもねみんなにはねあの時間がかかるかもしれないけど関根アナさんの情報を伝えていこうと思いますよ。はい、でこれからもねまだまだお互い理解深めていってね、ステージ上での連携力おお、はい、ということでエンディングでございます。今日もですね皆さんたくさん
コメントやアイテムでのご参加本当にありがとうございました。ありがとうございました。あとなんか星がね飛んだりとかね、うん、あのパフェ届いたりとかね、いっぱいすごい虹の星とか投げていただいて、うん、アイスとかもありがとうございます。ありがとう。みんな賑やかにしてくれてありがとう。ということで現在のランキングを確認していきましょう。メイナよろしく。はい、更新。はい、これか。じゃじゃん、更新。3位がしめ太郎さん、ありがとうございます。しめ太郎さん初めてじゃない、壇上におるの、うん、すごい可愛い名前、しめ太郎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位がつる、はい、ちゃんです。ありがとうございます。ありがとう。そして第1位が山あちゃさんです。ありがとうございます。すごい、なんかクマのアイコンがクマパフェ投げてる。すごいすごい。ガッということで、もしも、はい、俺を言ってくださいませ。ちょっと待って、なん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 、俺を言ってほしいメンバーがいらっしゃいましたらコメントお願いします。はい、全員でも大丈夫です。全員でも大丈夫です。すごいよね、クマパフェみたいな、ガレーンクマって感じで口からイチゴが垂れてますね。お礼を言ってください。面白い。ちょっと噛みすぎましたね。ちょっとまだうちら言ってもらう。うちらが今返さなきゃいけない行けるときにくださいと。いや面白いな。どうかな。あと何秒持ちますか。アイコンはあれ、ゆかが描いたやつ。そうです、かわいい。私が描きました。ドレスを着てちゃんとカッコ借りやってる。あれ何で色塗ったの。なんかあのアイビスペイントです。ああそう、アプリでお絵描きができるやつで。関根さん、それこそさ、クマのアイコン作るときさ、色をつけるなんて頭なくてさ、うん、色つけられるなんて知らなかったからさ、すっごい真っ黒なクマみたいになっちゃった。え、かわいいですこれ。本当にずっと欲しかったんですよ、私。あら、え、これ今でもゲットできるんじゃないの。あーちゃんの配信を見ないとゲットできないんです。じゃ見てなかったの。え、そう、え、違いますよ。あーちゃんずっとやってなかった時期があって。やってますよ。え、本当ですか。はい、新体制入ってからですよね。はい、本当ですか。はい、でもなかなかゲットできなかったんですよ。いやでも何ヶ月前か、4ヶ月前ぐらいにゲットしてます。やった、かわいい本当にこのクマちゃん。鉛筆ですか。ん、何で書いたんですか。マッキー。あ、そろそろじゃあお時間なので、じゃあ3人で愛を込めて3人からお届けしたいと思います。はい、はい、じゃあせーのでいきましょうか。はい、揃おうかな。頑張りましょう。せーの、山下さんパフェ、ありがとう、ありがとう。届けこの思い。ありがとう。はい、ということでアップアップガールズカッコカリからお知らせいきたいと思います。ゆっちゃんよろしく。はい、じゃあまず2つ目ですね。はい、こちら、はい、4月26日にですね、うん、アップアップガールズ括弧人気の吉川真由さんと私古谷ゆりかの歌というですねイベントを下北沢ろくでもない夜で行います。うん、こちら、明日ですね、明日の4月20日の12時から一般チケットが発売となります。こちら楽天チケットの方で購入できますので、うん、ぜひぜひとも、うん、このイベントをお越しください。まゆさんと私それぞれソロも歌うんですけども、あのまゆさんと一緒に2人でデュエットで歌う楽曲もですねたくさん用意しておりますので、ぜひ歌を聴くのが好きって方はぜひともこちら、19時から開演いたしますので、お仕事帰りなんかにでもね、あの寄って遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、そして続いて、はい、じゃあ、はい、ちょっと待ちた4月23日にリリースイベントが決まっております。はい、じゃあ場所はアリオ橋本で行います。1部が12時から、そして2部が15時からとなっております。そしてこの日のですね特典会衣装がいつもと違いまして、1部は今流れております僕らのボヤージュのですね MV で来たあのペンキでいっぱいメンバーで描き合ったあの白のワンピースが特典会の時に来てね、メンバー出てきますので、こちらでチェキ撮影なんかができたりします。そして2部の方がセーラー服で特典会をしますので、うん、いつもの衣装とは違う私たちとたくさん特典会楽しんでくれたらなと思います。そしてこの日ですねまた新しい特典会が何個かですね、うん、出てきますので、ぜひそちらの方でも一緒に楽しんでくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。 SNS に詳しいこと書いてありますので、はい、よかったらチェックお願いします。そして何よりもですねこちらですね、
5月3日ゴールデンウィーク火曜日、こちら新宿ブレイザーにて私たちアップアップガールズ過去からの単独ライブが決まっております。はい、こちら1部アップアップロック、そして2部がスーパーチョッパーチョッパーとなっておりますね、こちら名前が。はい、ということでこちらちょっと時間もね、あの詳しいことはツイッターに載ってみますので、ぜひそちらの方チェックしていただけると嬉しいです。多分ですね、開演が会場が1部は13時から、そして2部は17時からとなっておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。皆さんたくさん思い出作りましょう。はい、チケット一般発売中です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてまだまだたくさんありますね。4月29日にアイドルコンテンツエキスポ、はい、そして4月30日がザワフェス、5月2日は超クライマックス、そして5月7日、そして5月8日はですね、大阪と名古屋の遠征が決まっております。はい。はい、ゴールデンウィークもですね、私たちアップアップガールズ各界たくさんライブしますので、ぜひ素敵な思い出になる一日を私たちと過ごしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上かな。はい、以上になります、はい。ちょっとね、さっき言わせちゃったんですけど、先ほど発表した関根あずさからの嬉しいお知らせ、6月14日あずさの音楽隊のチケットはですね、 FC 選考で今日から購入ができますので、もしよければゲットしてください。今回もですね、 SST シャツも SST T シャツ、SST シャツ、はい、何が正解なんだこれ、 SST シャツ、あ、 SST シャツ言ってる、はい、はい、もう制作予定ですので、もちろんそちらも楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでアップアップガールズ過去仮の公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんもですね、各週火曜日21時からショールームで生配信しております。ぜひそちらでもご参加ください。よろしくお願いします。お願いします、そしてですね、次回の配信なんですけれども、5月3日は、さっきから言っておりますが、新宿ブレイズで、皆さんと過ごすためお休みとさせていただきます。なので次回は5月の17日、5月の17日を予定しております。次回の配信見逃さないためにもハートマークをクリックして通知が来るようにお気に入り登録よろしくお願いします。お願いします。さあ皆さん、長らく、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日の配信の感想を一人一言ずつ、メイナ。はい、あーちゃんのイベントも5月3日の単独も全部頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間過ごしましょう。ありがとうございました。はい、ゆか。はい、あーちゃんのこともっと詳しくなります、頑張ります。はい、じゃあ私はもっともっとメンバーに詳しくなってもらおうと思うので、もっとお話をしたいと思います。お話頑張ります。だいぶ話してるんですけどね、もう。いや、話してないよ。え、本当ですか。だからそうやってさ、みんな知った気になっているけど、まだ100分の1しか話してないんだって。まだまだ甘いな。はい、ということで以上アップアップガールズカッコカリでした。バイバーイ。バイバーイ。頑張れ。頑張ります。